ヤユクバスキは、インドネシアジョグジャカルタ出身の元女子、プロテニス選手。芝生コートを最も得意とし、1997年ウィンブルドンでベスト8に進出した。WTA ツアーでシングルス6勝、ダブルス9勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス9位。身長164センチメートル、体重56キログラム、右利き。 7歳からテニスを始め、1990年10月に、プロ入り。1991年に、タイパタヤ市の、ボルボ女子オープン決勝戦にて、日本の沢松直子を6から2、6から2で破って、ツアー初優勝を果たし、インドネシアのテニス選手として、史上初のプロツアー優勝を飾った。同年の全仏オープンで4大大会にデビューし、全仏では1回戦で敗退したが、 ウィンブルドン3回戦で第1シードのシテフィグラフに挑戦した。1992年4月、マレーシアクアラルンプールの大会でツアー2勝目を達成。この年のバスキは国際舞台でも好成績が多く、全豪オープン3回戦でモニカセレシュに挑戦し、ウィンブルドンでは前年を上回る4回戦でマルチナノブラジロアと対戦した。 同年のバルセロナ五輪でも活躍し、女子シングルス2回戦で、フランス代表のマリー・ピエルスを0から6、6から3、10から8で破った後、3回戦で、当時16歳のゼニファー・カプリアティに3から6、4から6で破れている。1992年から1995年まで、バスキは、ウィンブルドン選手権で、4年連続4回戦に、進出した。バスキはダブルスでも、 宮城7とペアを組むことが多く、この組み合わせで1993年の全米オープン女子ダブルスベスト4に入った。1994年にバスキは自身のコーチであるハリー・スハルヤディと結婚した。1997年、バスキはついに最も得意なウィンブルドンで自己最高のベスト8進出を果たす。この大会では1回戦で杉山愛、3回戦で キジム・タナオコに勝ち、二人の日本人選手を破って、勝ち進んだ。初めての準々決勝で、バスキは、ヤナ・ノボトナに3から6、3から6で敗れた。1998年の全豪オープンでは、バスキは4回戦で、マルチナ・ヒンギスから1ゲームも奪えずに0から6、0から6で敗れている。1999年の全豪オープンで1回戦敗退に、終わった後、 バスキは出産のため1年余り試合から遠ざかる。9月23日の出産後、バスキは2000年3月にツアーへ復帰し、この年もウィンブルドンで3回戦に進出した。2001年以後はシングルスから遠ざかり、ダブルスに出場試合を絞ったが、2004年1月にインドハイデラバードオープンの女子ダブルス出場を最後に33歳で現役を引退した。 その後バスキは2008年にダブルスで現役復帰した。2010年全豪オープンでは同じ年のクルムダて、キミコとペアを組主催者推薦で女子ダブルスに出場した。1回戦でサニアミルザビルヒニア・ルアのパスクアル組に4から6、2から6で敗れている。2012年3月までカブツアーであるサーキット大会を中心に出場した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。